안녕하세요. 저는 영흥고등학교 학생들과 만나는 기회예요. 잘 반갑습니다. こんにちは、英徳高校放送部1年、いろはです。今回の英徳トピックスは、約1年半ぶりに行われた姉妹校交流の話題です。5月14日金曜日、韓国ヨンフン高校との姉妹校交流が行われ、国際言語クラスの生徒を中心に約20人の英徳生が参加しました。今回はオンラインでの交流です。ヨンフン高校はソウル市にある高校で、英徳高校とは平成28年に姉妹校となりました。それ以来、お互いの高校を訪問することで親交を深めてきた両校ですが、新型コロナウイルスの影響で現地への訪問が難しくなってしまいました。それでもなんとか交流ができないかと考え、時差もほとんどないことから、今回のオンライン交流が実現したというわけです。交流当日はヨンフン高校の日本語で、英徳高校の代表生徒は韓国語で挨拶を行い、交流再開を喜び合いました。お互いに知りたいことを聞き合う質問タイムでは、最初はぎこちなかった生徒たちもだんだんと打ち解け、楽しく親睦を深めることができました。参加した英徳生は、普段外国の人と関わることが少なかったからいい経験になりました、もっと韓国語の勉強をしたいですと話してくれました。今回は参加者全員による交流でしたが、今後は少人数のグループでも交流を行います。ヨンフン高校と英徳高校の絆がさらに強くなるでしょう。